コーサーコーパーンコーサーコーパーンは、大のアユタヤ王朝、ナーラー王時代の政府公館。正式名称は、コーサーキボーディー公爵であるが、兄が同じ名前を歌詞されたので区別のためこう呼ばれる。俗称はパーン。ペイトラーチャー王の息子。ナーラー王を訪問したフランス王、ルイ14世の施設、シュバリエド昭門の帰国の際に、同伴し1684年に突伏し、 ルイ14世に越見した。当時の位、金釈名は、ウィスートスントウーン四釈であった。この時の突出の記録は、コーサーパーンの日記に記されている。3年後帰国。大使として突出したものの、西洋人に対しては、会議的であった。ナーラー・ヨーが、ロップリーで病床に伏せた時、アユタヤ王朝の顧問を務めていた、コンスタンティン・ホールコンが、フランス軍を、 アユタヤ城内に入れようとしていたので、フォールコンを殺害し、父ペトラーチャー王を王位につけ、その後体を鎖国した。父が即位した後、コーサーパーンが王位を狙っていると噂され、それを区に1695年自殺した。ちなみに、後のチャックリー王朝、ラーマ一世は、コーサーパーンの子孫を名乗った。ありがとうございます。